皆さんこんにちは、ミヤです。今日はこちらのハンギングバスケットを作る様子を動画にしました。ハンギングバスケットって普通の寄せ植えよりはね、作るのがちょっと大変なんですけど、この時期ビオラやパンジーでハンギングを作ると半年はね飾っておけるので、ハンギングバスケットもね作りがいがあるんじゃないかなと思います。夏ですとね、ハンギングバスケットってすぐ水切れしちゃって お水やりがねちょっと大変なんですけど、冬ですとね日向に置いても2日に1回ぐらいの水やり頻度でいいので、冬のハンギングバスケットはおすすめです。今回はねクリスマスにも使えるようなねハンギングバスケットにしてみました。こちらのビオラはねコメリの80円の一番ねお安いビオラを使ってます。それにこういうカラーリーフをね混ぜて作ってみました。よろしければ最後までご覧ください。それではスタートします。80円のビオラです。赤いビオラが5株と白いビオラ4株、斑入りのバコパですね。このシルバーリーフの金魚草のねシルバードラゴン、あとこちらはねアジュガのチョコレートチップ、これはもううちにあった自分でね増やした苗なんですけど、あとこのワイヤープランツのねスペードです。多分ね組んでって13株は使うと思うのでね、バランスを見ながらね組んでいきたいと思います。こちらのねスリットバスケットを使っていきます。一番真ん中の下、ここから1段目、2段目3段目っていう感じでね組み合わせていきます。赤一番下にして1段目、2段目、これで組んでみました。こちらワイヤープランツをねこれ入れてこう全体に散らすようにねしようかなと思います。ちょっと植え込みながらまたねちょっと変わるかもしれないんですけどね、とりあえずねやっていきます。スリットバスケットはねこのスポンジシールが入ってますのでね、これを貼っていきます。久々にやるのでちょっと忘れかけてますけど貼る位置をね高さを確認して、あんまり上の方までやるとね植え込みができなくなっちゃうので、この辺りで、ね、全部剥がさないで下半分剥がしてつけてからこう上からね剥がすとやりやすいと思います。この真ん中のこの隣の両端がねここね狭いんですよね。この要領でね、縁も貼ってしまいます。シールがベタベタするとお花がね、ここにくっついて傷んでしまうので、先にね、砂を戻してね粘着力をね弱めておきます。す
それからね、ここね、この笛がね、まだつながってるので、これを外してね。それではね、苗の処理をね、していきます。まずこういうちょっとね、黄色くなった葉っぱはね、病気の原因になるので取り除いておきます。最初ここでね、根鉢を崩すのを怠りますと、あとね、13株も植えるので、上がね、入らなくなっちゃうんですね。もう、ベロベロっとね、根を取っていきます。この肩のね、土も落とします。で、こんな風にね、細くね、周りぐらい小さくしておきます。ビオラはね、根を崩しても大丈夫です。アリッサムをね、もし入れる場合は、アリッサムは根をいじられるのを嫌うので、崩すとしたらね、ちょっとだけにしないと、もう後でね、お亡くなりになっちゃうので、もしね、アリッサムを入れる場合はちょっと気をつけてください。こちらのね、パコパなんですけど、これね、2芽入ってたので2つにね、割りました。で、アジュガもね、結構大きかったので株分けして使おうと思います。金魚草はね、確か根をね、崩さない方が良かったと思うので、根を崩さずこのままね、1株で使います。本当はね、2芽入ってるので分けられそうなんですけど、ちょっとね、心配なのでこのまま使います。Thank you.
植え込みが終わりましたので水苔を敷いていきます。水苔はね、あらかじめお水に浸しておきました。この水苔はね、本当に普通のコメリで買った水苔です。水を絞ってちょっとこんな風に平らにしてね、敷いていきます。これね、水苔を敷くのはハンギングバスケットですごく乾くので、その水分の蒸発をね抑える意味と、結構ね土がねパンパンに入ってますので、お水やりすると土がねこぼれてしまうので、その土の流出を防ぐっていう意味もあります。でこれをね全体にねこっちまでねずっと敷いていきます。こちらの手前の方も結構土がこぼれますのでね、こっちもね忘れずに水苔敷いていきます。こんな感じでね敷いていきます。こちらはもうね作って1週間ぐらい経っていますのでね、だいぶお花がね上を向いてきました。作ってすぐ 2,3 日はね半日陰でちょっと休ませて、落ち着いてきたらねもう日向に置いて大丈夫です。観光性の肥料を入れてますけど、パンジーはねお花がすごく長いし真冬も咲きますので、1ヶ月ぐらい経ってからまた液肥もあげていきたいと思います。12月に入ったらねちょっとリボンを飾ったり、もっとクリスマスっぽくねしてもいいかなと思います。ハンギングバスケットね初めて作る時は私もね本当に結構苦労して、全然苗が入らないじゃんと思いながら作ったんですけど、慣れて振ると結構入りますと最初のね苗を小さくするところが結構重要なので、苗を小さくしていい品種をね使うっていうのも大切かと思います。もうパンジービオラは大丈夫です。あとこういうリーフ類も結構ね強いので、小さくしても大丈夫だし、株分けして使っても全然元気ですよね。これもこちらのバコバもアジュガもね株分けして使いましたけど全く問題ないですね。それではね本日の動画は以上になります。今日もね最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。